アレキサンダー・マッケンジーは、カナダの第二代首相、建築受け追い人、作家。カナダ自由党から選出された初の首相である。イギリス・スコットランドのパース・シャー・ロージ・レイト村に、同盟の父とメアリン・スチュアート・フレミングの第三種として生まれる。パース、ピトロフ・ホリー、ダンケルドにある、公立学校に通った後、1842年にカナダへ移住、進行。 長老派教会からバプテスト教会に変えた。そしてバプテスト教会の信仰に合わせ禁止運動が盛んだったオンタリオ州からカナダ議会議員選挙に立候補し当選した。マッケンジーは1845年にヘレン・ニールと結婚し3人の子を持った。しかしその後ヘレンと2人の子が亡くなり1853年にジェーンマッケンジーと再婚した。 ジョン・エイ・マクドナルド政権が1873年にパシフィックスキャンダルで退陣した際、カナダ総督のダファリン伯爵、フレデリック・ハミルトン・テンプル・ブラックウッドは、カナダ自由党に政権を作るよう要請した。当時の自由党内に明確な指導者はいなかったが、マッケンジーは首相のポストを受け継げる人物だったため、彼が政権を作り、総督に選挙1874年1月に、 行うようよ要請したその選挙で自由党が勝利し、マクドナルドのカナダ保守党は野党となり、1878年の選挙時まで政権を維持した。首相となったマッケンジーは政府の構造改革を行い、政府を単純化するよう努めた。彼の功績は、選挙時の無記名投票を導入したこと、カナダ最高裁判所を作ったこと、1874年に、 キングストンにカナダ王立軍事大学を作ったこと、1878年に総督の会計監査職を作ったことなどが挙げられる。とりわけ、カナダ太平洋鉄道に着手した際には野党と激しく対立した。1870、1892年にトロントで脳卒中により亡くなるまで会員議員を務め上げ、遺体はサーニアのレイクビュー墓地に埋葬された。 オタワにあるマッケンジー像マッケンジーがオンタリオ州キングストンに作ったカナダ王立軍事大学は彼への敬意を込めて校舎の一つにマッケンジービルディングと名付けた晩年にカナダの首相がマッケンジーへナイトのジョイを打診したが彼はすべて断った1920年に就任したアーサーミリーエン以前にはマッケンジーはナイト位に上されなかった唯一の首相であった アレクサンダー・マッケンジー高校は彼の名を取って名付けられた。現在高校はオンタリオ州リッチモンドヒルト・サーニアにある。マッケンジーは以下の法律専門家をカナダ最高裁判官に任命した。ありがとうございます。